以後第26潜水艦は、大日本帝国海軍の移住後型潜水艦の7番艦。当初は以後第27潜水艦と命名されていたが、1941年11月1日に以後第26潜水艦と改名されている。この艦の方が先に巡航するため艦名が変更されたのだという。1939年の第四次海軍軍備補充計画により、 1939年6月7日に、クレ海軍交渉で帰港。1940年4月10日に浸水。1941年11月6日に巡航、春行。春行と同時に、横須賀守妃石となり、第6艦隊第1潜水船隊第4潜水隊に編入された。同日、クレを出港し、瀬戸内海で訓練を行う。12日、 横須賀に到着。太平洋戦争開戦時には、第6艦隊第1潜水船隊第4潜水隊に所属。1941年11月19日、以後第26潜水艦は横須賀から出撃した。この時、より長期の紹介ができるよう、う格納塔には食料が詰め込まれていた。また、巡航したばかりの E26 用の魚雷がなかったことから、E26 には旧式の6年式魚雷10本が用意されることとなった。E26 はまず北上し、キスカ島、アダック島、ダッチハーバーなどの偵察を実施。それから南下し、海戦時にはハワイの北東、旋海陸付近にあった。海戦当日、E26 は、米オリバー J オルソン社貨物船、シンシアオルソンを沈めた。 12月7日、北緯33度42分整形145度29分、北緯33.700度整形145.483度、33.700-145.483のサンフランシスコ沖300海立地点付近で、タコマからホノルルへ陸軍向けの輸送物資を搭載して10ノットで航行中のシンシアオルソンを発見し、追跡。 新珠湾攻撃の開始と同時に動線を攻撃しようとした。12月8日、海戦時刻をもって浮上し砲撃。シンシアオルソンが沈まないため魚雷一本も発射したが、途中から曲がり始め外れた。E26 の砲撃の開始は、新珠湾攻撃より約20分早かったという。E26 は一旦先行し、しばらくしてから浮上して、再び砲撃を行い、 その後再度先行。日没後に浮上した時には、シンシア・ウルソンの姿はなくなっていた。イ26の発射弾数は47発であった。シンシア・ウルソン撃沈は、日本海軍史上最初の潜水艦による敵艦船撃沈であった。9日、イ6がオアフ島沖を東北島へ向け航行中の、歴新ン,ン級、空母1巡洋艦2隻を発見したため、 迎撃に向かった。20日、アメリカ西海岸沿岸における通称破壊作戦に参加し、ファンデフカ海峡に進出して紹介。複数の商船を発見するが、公転と視界不良により攻撃はできなかった。1942年1月11日、クエゼリンに到着。同地で魚雷を95式酸素魚雷に交換した。2月1日、クエゼリンは、 マーシャル・ギルバート諸島機動空襲を受けるが、イ26に被害はなかった。その後迎撃に向かったが空振りに終わり、クエゼリンに戻った。14日、イ26は第一次警察戦に参加するべく格納塔を燃料タンクに改造し、20日にクエゼリンを出港。飛行艇が起動に失敗した場合に備えて待機位置に着いた。3月21日、 横須賀に到着し、格納塔の復元と整備が行われた。5月16日、イ26は横須賀を出港。24日、コデヤック島を偵察。26日、チリコフ島とシトキナク島を偵察。27日、エール作戦に参加し、イ25が搭載機を収容できなくなった際の予備として待機。31日、シアトル近海に進出。 6月7日1410、北緯48度19分、整形125度40分、北緯48.317度,度、整形125.667度、48.317-125.667フラッタリー三崎南西35回地点付近で、新聞紙1250トンを輸送中の米貨物船、コーストトレーダーを発見し、魚雷1本を発射。 右縁に命中したコーストトレーダーは船尾から沈没した。20日、バンクーバー島、西方5海立地点で浮上し、レーダー基地へ向けし砲弾17発を発射したが、高転と視界不良により命中せず、ほとんどがエステワンポイントの東大周辺に着弾した。砲撃後位26は現場を離れ、5隻のカナダ船とカナダ空軍のスーパーマリンストランデアが、 い26の迎撃に向かったが、い26を見つけられなかった。30日、紹介区域を離れ、7月7日に横須賀に到着した。8月10日、第4潜水隊の解体に伴い、第2潜水隊に編入。15日、い26は横須賀を出港し、トラックに向かう。20日早朝、ガダルカナル島、南東250回に地点で、 横浜海軍航空隊所属の97、式飛行艇が14ロットでガダルカナル島へ向かっていたロングアイランドからなる、米機動部隊を発見したため、迎撃に向かった。23日、ソロモン諸島南東沖の紹介船に到着し紹介。25日1600、ソロモン諸島南東沖で、空母1、駆逐艦10からなる、米機動部隊を発見。二千二空母一 十順一の米艦隊を発見。二十六日零零二零、戦艦に空母一、駆逐艦多数からなる、米機動部隊を発見。三十日零二四零、戦艦に駆逐艦弱艦からなる、米艦隊を発見。三十一日未明、エスピリトサント島北西沖で、浮上充電中、遠方に、いくつかの明かりを発見。 米機動部隊と判断し、震度81メートルの位置へ先行した。この時、米戦艦のスカロライナが E26 をレーダー探知し、ファラガットが確認に向かったが、途中で反応が消えた。3時間後、E26 は再度浮上するが、敵の姿はなかった。捜索も空振りに終わり、移動しようとした際に23キロメートルの距離で、米空母サラトガを発見。 I26 は先行するが、攻撃位置への移動に失敗。その後、サラトガはコースを変更したため、サラトガの右辺横1000メートルの交差点に着くが、魚雷の発射準備が完了していなかったため失敗。0746I26 は、マクドノーのすぐ横で3500メートルの距離で魚雷を一斉発射し、深度100メートルの位置へ先行した。 駆逐艦からの警告によりサラト川魚雷を発見。一本が火事の故障で命中せず、四本は回避行動によって外れたが、一本がウゲンマル寺工部に命中。行動不能に陥ったサラト川、米中巡洋艦ミネアポリスに栄光され、トンガタプ島に向かった。米駆逐艦フェルプスと、米駆逐艦、モンセン、マクドノーは、イ2 6をソナー探知して、 落雷攻撃を行ったが、イ26に被害はなかった。9月13日、横浜海軍航空隊所属の二式飛行艇が、つらぎ南南東345海離地点付近で、米機動部隊を発見したため、迎撃に向かった。25日、トラックに到着。10月5日、イ26は、トラックを出港。11日二百2 2 6 ガダルカナル島南西沖で北上する、米巡洋艦一隻を発見して先行するも、攻撃位置への移動に失敗。2341に浮上して、報告を行った。18日、インディスペンサブル省に到着し、水上規模艦地とせから発信した例式、水上偵察機への給油に従事する。同日、米昇海機を発見したため急速先行した際に、 サンゴ礁に艦首が衝突し、魚雷発射艦3本が損傷。25日には B-17 が飛来してきたため、先行。26日、インディスペンサブル礁を出航。11月13日、先行中に、米中巡サンフランシスコを発見。無事だった、魚雷発射艦から魚雷3本を発射。魚雷はすべてサンフランシスコには命中せず、うち1本がヘレナに向かったが、 これも命中しなかった。しかし、一本が、米系巡洋艦ジュノーの左舷中央部火薬庫付近に命中し、ジュノーは大爆発を起こして船体が二つに折れ、20秒で合鎮した。艦長以下ほとんどの乗組員が死亡し、アメリカ海軍にとっては、後の重巡洋艦インディアナポリスの沈没を上回る大損害となり、両艦、ヘレナの艦長は、 救助を怠ったとして解任された。14日朝、駆逐艦2隻を発見。0654、米商海機が飛来してきたため先行。その後、フレッチャーの追跡を受けるが、離脱に成功。29日、トラックに到着。12月3日、トラックを出港し、9日に横須賀に到着して、修理を受ける。1943年1月15日、e、26は、 横須賀を出港。20日にトラックに到着。23日、輸送物資を乗せた特型運河島を搭載してトラックを出港。28日夜、エスペランス岬に到着して特型運河島を発進させた後先行して離脱。20分後、米商海底2隻はやってきているが、イ十六は見つからずに済んだ。十九日、レンネル島沖海戦の支援に向かったが、 スコールにより失敗。30日、栄光中の米中巡洋艦シカゴの迎撃を命ぜられるが、シカゴは空襲で撃沈された。2月3日、米区逐艦一石を発見。2月8日、航空偵察により、レンネル島南南東150回に地点付近で発見した米機動部隊の迎撃に向かったが、空振りに終わった。11日、トラックに到着。 3月1日、イ26はトラックを出港。3日、ビスマルク海海戦で全滅した船団の乗員救助を命ぜられて急行。6日に生存者20名を救助し、7日に来に揚陸した。8日、生存者54名を救助し、9日に来に揚陸した。その後出港し、オーストラリア東方沖に進出する。28日、 浮上構想中に紹介中のゴーアブロアンソンに発見されて、機銃装車を受けるが、夕闇に紛れて離脱することに成功。四月十一日、三十七度十四分統計百五十度十九分、十七点四零零度統計五十点三一七度、マイナス点四零零百五十点三一七のハウミ南東十九海離地点付近で、メルボルンから、 ニューキャッスルへ航行中の QC68 船団を発見して魚雷3本を発射。1 4 0 1イアラからニューキャッスルへ鉄鉱石を輸送中のユーゴスラビア貨物船レシナのウゲンリー1本が命中し、同船は1分で沈没した。豪富節艇モレスビーが生存者の救助と反撃の爆雷7発を投下。豪走海底タウンズビル。 ベンディコが攻撃に参加するが、イ26に、損害はなかった。24日1900、南イ24度26分統計153度44分、南イ24.433度統計153.733度、マイナス -24.433、153.733のフレーザー島、サンディミサキ北東35海里地点付近で、砂糖を積んで望遠からブリスベンに向かっていた。 単独航行中の豪華物船コアーラへ向け魚雷3本を発射。魚雷が命中したコアーラは、艦が爆発し、船体をへし折られて45秒で沈没した。5月10日、トラックに到着。6月14日、イ26はトラックを出港し、フィジー諸島方面に向かった。25日、スバ南西180海に地点付近で輸送船団を発見して接近中。 ニュージーランド空軍のロッキード・ハドソンに発見され、爆雷4発を投下される。3分後、ハドソンの乗組員は海面に浮遊する少量の重油を発見する。8月7日、トラックに到着。その後トラックを出港し、23日に横須賀に到着して整備を受ける。11月21日、イ26は横須賀を出港し、ペナに移動。十五日、 第8潜水船隊所属となる12月、西木大帝による高沈偵察が実行された。これは途中で E26 から燃料補給を受ける計画であった。E26 は12月8日にペナンから出撃し、12月16日にモルディブ諸島ミラズミ干渉でポートブレアから飛来した西木大帝に燃料補給を行った。しかし、西木大帝は うねりのため離水に失敗して、フロートを破損し、その乗員の収容後位26話に式大艇を銃撃して沈めた。21日に、光機関のインド人工作員12人を、カラチ南東沖で降ろした。28日、ハドラマート近海で、アーバーダーンからモンバーサに向かっていたウェイリーバティ船、ロバート・イ、e、ーホークを発見し、魚雷3本を発射。うち1本が、 ロバート・イ、e、ー・ホークの四番戦争に命中し、同戦を撃破した。大破したロバート・イ、e、ー・ホークは、その後アデンを経由して、スエズへ栄光されたが、同地で全損と判断され放棄された。31日、カラチ近海で A、タンカートーナスを発見し、魚雷3本を発射。うち1本が命中したトーナスは傾斜したものの、防水作業に成功した。E26 は、 反対側からさらに2発の魚雷を発射するが、命中しなかった。1944年1月2日、オマーン湾で、ベイリバティ船、アルバート・ギャランチンを発見して、魚雷4本を発射するが、命中しなかった。このため、浮上して、砲撃を行い、アルバート・ギャランチンを撃破した。撃破後、ブリストレブレニムが飛来し、爆弾4発を投下されるも、勝破で済んだ。 アルバート・ギャランチンは漂流の末、北緯21度21分、統計59度58分、北緯21.350度統計59.967度、21.35059.967の地点で沈没した。15日、シンガポールに到着して、修理を受ける。修理完了後、イ26は、シンガポールを出港し、2月20日に、ペナンに到着。 27日、ペナンを出港し、アラビア海に進出。3月初旬、高機関のインド人工作員10人を、カラチ製法沖で下ろした。13日、北緯21度30分統計66度11分、北緯21.500度統計66.183度、21.50066.183のカラチ南南西300区地点付近で、 16000キロリットルの石油を積んで、イランからボンベイに向かっていた、米大カー HD コリアを発見し、魚雷を発射。魚雷は命中し、炎上のスウェド船は沈没した。21日、北緯20度48分統計59度38分、北緯20.800度統計59.633度、59. 20.80059.633の地点で、空船で、 アデンからアーバーダーンへ向かっていた、ノルウェータンカーグレナを発見して雷撃。魚雷が命中したグレナは、船体が分断されて沈没した。二2 6は浮上し、漂流する生存者へ向け銃撃を行ったが、死傷者は出なかった。29日1615、北緯16度40分統計64度30分、北緯16.667度統計6 4 5零0度。 16.66764.500の地点でベイリバティ船、リチャード・ホベイを発見して来撃。E26 は、巨雷三本が命中したリチャード・ホベイの左右側へ、浮上し、砲撃を開始。リチャード・ホベイは放棄され、沈没した。E26 は、救命ボートを銃撃し、リチャード・ホベイの船員4名が戦死した。戦後、当時の艦長は、 EC 級戦犯として、懲役5年、この件を含めた事例により、第8潜水戦隊司令官、第6艦隊司令長官などが、懲役10年から20年を宣告された。似たような事例としては、E8 の例がありこちらの方がまとまった資料が残っている。4月18日、ペナンに到着。5月3日、ペナンを出港し、15日にクレに到着して、整備を受ける。 6月25日、第15潜水隊に編入。27日、e 26は、運航灯を搭載して、クレを出港し、サイパンに向かった。7月5日に、グアムへ行き先を変更。9日、グアムに到着。海底に鎮座して、夜になるのを待ち、夜になってから浮上。運航灯を発信して、輸送物資を揚陸し、便乗者120名を収容して出港。 さらに、テニアン島からの搭乗員収容を命じられたが、同島はすでに連合国軍の包囲下にあり、収容することはできなかった。22日、横須賀に到着して便乗車を降ろした後、整備を受ける。この輸送作戦には4隻の潜水艦が従事したが、成功したのは二、e、2 6のみである。整備完了後、クレに移動した E26 は、10月13日に、 クレを出港し、フィリピン方面に向かった。18日1700、マニラ沖520海里地点付近で米軍機を発見。24日、レーテ島南東沖に移動し、レーテ沖海戦に参加。25日、レーテ島近海で、米空母4隻を発見したとの報告を最後に、消息不明。艦長の西内昭一小細下上院105名全員行方不明。 アメリカ側の記録には26日、米護衛駆逐艦リチャード・ M ・ローエルが北緯09度45分統計126度45分、北緯9.750度統計126.750度、9.750、126.750の地点でヘッジホックにより潜水艦を撃沈したとあり、これが E26 の喪失原因として有力視されているが、確固たる証拠はない。 11月21日、レーテ島を東方沖で防湿と認定され、1945年3月10日に除籍された。撃沈総数は10隻、計56,226トンに上り、撃沈席数、トン、数ともに、帝国海軍潜水艦の中では、第3位を誇る。また、商船と空母2隻、計44,054トンに損傷を与えた。 艦長たちの軍艦誌405から406ページによる。横田実中る重九1941年7月1日から1941年11月6日。横田実中る重九1941年11月6日。草加俊夫賞九1943年9月18日。西内正一少佐 1944年8月1日から11月21日戦死認定、常備排水量2589トンとする資料もある。燃料搭載量は写真日本の軍艦第12艦潜水艦より752.6トンとする資料もある。攻撃後、この近辺で不発弾一発が回収され、戦後の1973年6月にも、 別の不発弾一発が回収された。また、この影響でバンクーバー島西海岸にあるいくつかの灯台が消灯した。ありがとうございます。